クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み続きやっていくぞ。どうもララノンです。本日続きやっていこうと思います。あれ、新しいメンバーはいない。いないね。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、今日、まあ出た深呼吸、ぐるりと回って、1、2の3。はい、ということで今日も帰ってきました。サブローがまだいないな。あ、唐揚げいただきます。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 今日は秘密の場所で秘密の大会があるよ。何を秘密ってみんな知ってるわよ。僕は全然わからない。いいのいいの。あ、怪獣バトル、恐竜バトルか。わかる人だけ秘密の場所に大集合。忘れないように。ふふい。ふふい。今日も対決か。対決していこうか。ごちそうさまでした。ってことで今日は恐竜かな？悪の博士が大人に話を聞きに来てって言ってたぞ。あ、確かに。でも大人が取材したら子供の新聞にならないからな。ねえ、大人と子供の中間のララ子が行くのはどうかしら。あ、確かに中間だね。おお、それは名案だ。え、なになに？ララ子ちゃんは中学生ぐらい？木曜の朝食の後、ララ子ちゃんと一緒に博士を取材するしんすけ。おお、難しいのよね。とりあえず今この世界がパラレルワールドになってるんじゃないかっていうことだけはなんとなくわかった。今日は博士が発明したという恐竜を現代へ連れてくるタイムマシンについて話をお聞きしたいのですが、我が輩のタイムマシンが連れてくることができるのは恐竜だけではない。人も運ぶことができる。それはもう何度も実験して成功確認しておる。え、今この世界にタイムマシンでやってきた人がいるってことですか？そんなバカな。いやいや、ここに本当にいる。我が輩も何度かやっておるし、実はしんのすけもそうなのだ。ん？あ、そうか、しんちゃんってタイムループしてるっていうか、タイムマシーンで連れてこられて、まあ一応タイムループかってことな。ララ子ちゃんは博士から詳しく事情を聞きました。どうやらしんのすけはカメラが初めて写真を撮ったその時へタイムトラベルしているようだ。カメラが初めて写真を撮ったその時へ、あ、もう戻ってるってことね。つまり画像があることで我々の記憶に残った瞬間へ飛んでいるのだ。じゃあもし恐竜がいた時代の記憶がどこかにあれば、それを道しるべに彼らを古代に返すことができるのですか？その通り、道しるべとはなかなかうまいことを言うな。でも返すことは我が輩が許さない。恐竜は我が輩の技術力を誇示するためにこの世界に呼んだものなのだ。こういうとこは身勝手なんだよね。そうか、恐竜がいた時代の記憶さえどこかにあれば。ララ子ちゃんも聞いてないけどね。世界の秩序を回復させる唯一の方法。そうだね、恐竜たちもなんか鼻炎出ちゃってるしね。それを考えるのがララ子ちゃんの宿題となりました。なるほど。では博士、聞きたいことが全部聞けたので今日はここでさようなら。おいおい、こちらは言いたいことがまだまだ山のようにあるのだぞ。でもさ、なんかちょっと難しい話になるけど、しんちゃんが戻るために いろんなアナザーワールドができちゃって、もうわけわからんよね。あ、今日は秘密基地で大会があるからそれも忘れないでね。了解。恐竜対決ね。恐竜対決、恐竜バトルね。とりあえず釣りだけしてから行こうと。ほい、よし。なかなか食らいついてくれない魚だったな。レアであれ。おー、来た、初めての魚ゲッチュー。どんこ。よし、とりあえず博士の話も聞いてあげよう。あの子はいつもやる気なさそうにブラブラしてるのに、今日は急に一生懸命になりやがって。そういえばさっきの取材で一つだけ言わなかったことがある。え、何？隠してたの？我が輩が自分自身にタイムマシンを使った時、移動先は私と私の母親がまだ若かった頃。あ、だから年寄りなの？だから年寄りっていうのも失礼だけど、懐かしい写真に記録されていたあの時代だった。あ、違うか、見た目は普通に若返ってたのか。思い出とはとてもとても大切なものなのだな。ほいほーい。おいほーい。おっと、幼稚園児は相手に独り言を言ってしまったようだ。なるほど、タイムマシン自分にも使ってみてたんだ。そして私はここで、ハートマークちょっと連れてってほしい。
どこだ日の山食堂前で行く。カレースナックを一つあげました。ありがとう、ハートマーク。あれ、あそこにハタさんってあんまりいなくない？ちょっと待ってよ。よし。あんまりあそこにハタさんいることないよね。ちょっと話しかけてみよう。あ、そうか、ララコちゃんがいないから。しんちゃん、なに、おばちゃん、オラのことそんなに好き？うん、好きよ。これしんちゃんにプレゼントしようと思ってずっと追ってたの。え、なんかくれた？もらってくれるかな？鶴の恩返しみたいにしばらく家にこもって追ってたのよ。確かに。俺は鶴は助けてないぞ。でもおばちゃんありがとう。これおパンツ？違うわよ。タペストリーと言って大きな布よ。もらってくれてありがとう。え、くれたけど なんか、もらったぞみたいなやつは出なかった。アイテムとかにあんのかな？ない。ないんかい。ちょ、あ、待って、恐竜カードパックめちゃくちゃ溜まってるわ。買ったからか。買った分にもうついてんだもんね。食べなくてもついてんのか。開けれるんだね。おお、来た！グーチョキパー攻撃が80アップ。最強。最強かわからないけど。星5のカード嬉しいね。これから戦わなきゃいけないし。なんか星5来ないかな。そうそう出ないか。6。5。ああ。あと3枚。2。ああ、まあ星51個出ただけいっか。またチョコビー山ほど買ったらきっともらえるね。お金はあるから。うん。お金はある。よし、とりあえず行ってこようか。バトってこようか。バトルこっちだよね。やりますな！やりますな！目の前ですな。見えないの。突撃レディーでかすぎて何も見えないんだよ。こっから、あ、そうだ、買ってこ。へい、いらっしゃい。チョコビー山ほど買う。山ほどっつって。お金結構あるからさ、もういっぱい買ってさ、カード開けよう。こりゃ掘り出し物。じゃあバイビー。よしよし、じゃあとりあえず行ってこようか。あ、よし、恐竜バトル負けないぞー。それ、え、これ2回目だから強くなってたりするのかな。そういえばキネが大好きなティラノーンが使えるようになったわ。強力な戦力になりそう。でも恐竜バトル大会、あ、でもじゃあでもじゃなかった。では恐竜バトル大会開始。4人と戦って勝ち抜いたらその人が優勝だよ。あれ、前ブーちゃんいなかったよね。あ、ブーちゃんが増えた。どうしよう。ティラノーンが使えるようになったよね。前回はステゴーンだったはずなの、私から。いや、でもティラノーンで行く。え、 HP700。 ちょっと待って、ふざけてるの。ふざけてんの。ティラノーンパー弱いな。いや、でもティラノーンで行くわ。ちょっと待って、びっくりしたわ今。 HP700 はずるすぎでしょ。で、私は星5をゲットしてますんで、空調キパー 80% アップ。 70%、 いや絶対 80% じゃん。ちょっと星5せっかくだから使おう。空調キパーが 80% アップ。1回戦目からなんかララコちゃん強くない？ハートマークとバトります。バトルスタート。初期には負けてもいいってことでパーできますか。そうしよう。いざ勝負。お、アイコ。アイコ、アイコルーレット。待って、ルーレット難しくなってる。ちょ、待って、初めから難しいって。やばいやばい、限界突破しとるやないかい。よし。700か。HP 上がるなんかカードないと結構きついかもな。どうしよう。チャージが一気にこれ82までいったから結構でかいな。ティラノン強いな。よしよしよし、ナイスナイスナイス。これでもうだって私スペシャル使える。オッケーオッケー。それはやだ。ごめん、やだは効かん。行こう。確実に勝っていかないと。ここはスズメ。どうだ、どれぐらい食らうのこれ。151。もうララコちゃん強すぎる。やっと私と一緒じゃん。しかも 100% できたから絶対来るでしょ。パーできます。あ、アイコだ。やばい、気合が入りすぎた。そ
よしよしよし。うわ、スペシャル溜まってるもんな。私溜まってないもんな。そろそろ初期行く？うわー、グー来た。くそー、やられた。うわー強い。いや、次はもうスペシャル行きます。これスペシャル、よし。危ない、ドキドキする、このルーレット。いけ、これでスペシャル総裁したのはでかいけど、まだ勝てない、やばい。ね、強くない？ 103 パーでいくわ。アイコか。あー、やっちゃった。やばい、終わったかも。HP 上げんの無理じゃん、こんなの。ずるいて。もうパー行くしかなか。うわ、チョキ来た、終わった。終わった。強すぎる。おかしいでしょう。一人目から強すぎひん？これはおかしい。勝てないぞ。ずるいずるい。HP の高さがおかしいもんだって。やめるしかない。優勝は奈々子、準優勝はブーちゃんでした。盛大な拍手を。負けた。沈む前にまた基地の真ん中にある段ボール箱を調べてごらん。ちょっと待って待って待って。そうだ、私カードさ、多分手に入れてるから開けるわ。間違えた。20個開けよう。いいやつ来るかも。これ何？攻撃50か。来た！おー、全能力100アップはでかい。よしよし、全能力100アップか。悪くないけど、HP が、やる。もう負けないから。ララコちゃん強すぎんだって、マジで。運要素強す、多いしね。運要素がでかい。HP を少しでも高い子にするべきか。ティラノーン。本当はティラノーンがいいんだけど、パーが弱すぎるんだよね。10なのよ。10なのよ。そっか、ララコとの相性見なきゃダメか。チョキが弱いから、延々私多分パー出すから、これにしよう。もうこれやろ、100。出発、おしんこー！来い！第2回、勝てるかな？強いのよ。HP がなんせ多い。HP に曲振りしすぎでしょ。バトルスタート！よしよし。あ、待って、カンダも HP も増えんの、100。それは強い。OK。よし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 。2個しかないから結構きつい、このルーレット。そこ全能力か。空中キパーじゃないもんね。あ、これめっちゃ強いカードだ。パーです。いや、来るよね。やっぱチョキ来るよね。うわぁ、どうすっかな。パー作戦通じないかもな。痛い痛い痛い。いや、でももう一回パー行くわ。うわぁ、チョキ連続かい。80、200、まあいけるかまだ。これでスペシャルたま、両方たまるな。スペシャル食らったらでもやばいな。いや、でも、先にもう勝負決めるつもりで。うわ、来た！よし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 。ここ負けたらもう今負けだった完全に。いけ、高速ラッシュ！半分ぐらいまで削れるはず。よし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 。え、もうそろそろグー来てもよくない？いや、なんでチョキやねん。なんでチョキやねん。ヒントくれー。うわー。いや、でもスペシャルいけるな、まだ。いや、ダメ元パー。パー攻めします。ここ負けたら終わるぞ。よし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 。よし、あと少し。スペシャル来た。まあ、もちろんここはスペシャルで。よし、来た。
奈良子ちゃん強いんだがマジで。イエーイ、勝った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 、やった、強いぞカンタム。いや、カードがね、100、全能力100アップは強いね。HP も上がってるもんね。うわー、危なー。粘りがち。ヒント何も来なくなったもんね。お見事。次は、キネちゃんか。どうなんだろう、みんな強くなってそう。バトルスタート。ははっ、ちょっと待って。グーでいこう。よしよし、たまたまだけど。うわー、どうする。いや、グーでいくわ。パー来た。パー負けはどうにかいけそうだから。なんでみんなそんなに HP 高い。ずるくない？今何来たっけ？パー来たから、そろそろチョキ来てもおかしくないような気はするけど、さっきチョキか。チョキパーが来たのか。ルークルと呼んで。パーか。うわぁ、むず。あ、無理だ。無理だ、無理だ、無理だ、これ。やばい。ちょっと、アイコきついぞ。マジか。やばい、向こうがスペシャル先に溜まっちゃった。うわ、パーしかも。やばい、勝てー。強い。みんな強すぎる。急激に恐竜バトルが強いですよね。よし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 、いざという時決めれました。いけ。229。おお、155くらい。や、74か。いや、まあこれしかないよな。うわ、危ない危ない危ない。チョキきた。うわ、チョキ出すか。よし来た。よし来た。勘だった今マジで。うわー、ねえ、耐えすぎよ。わかった、ギリギリ。9で耐えるはきついて。よし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 。私これでもう優勝取れなかったら優勝取れない気がしてきた。ノックアウト。準決勝。やばい、あと2戦か。ティラノン。900も1000じゃん最後。ブーちゃん開いてみます。あ、パー負けしても大丈夫だわ、40ぐらいならで。なら負けに行きたいわけじゃないんだけど、でもそれぐらいしかちょっともう考えれる作戦が向こうの HP が多すぎてないんだよね。グー押しするわ。うわー、向こうのさ、言うてあのスペシャル溜まるの早いってだよね。来ると思った。でもちょっと私も溜める。やるぞやるぞ、強いて、カズマくん強いて。やばいやばい。うわー、足りてない。ちょっともう強気になれない。分かった、よかった勝った。いやー、全然勝てないぞこれ。どうするかな、これでいくしかない。210だから300残るのか。あと2回じゃんけん勝たないと。きつくないこれ。もうグースするしかないんだ私は。あ、よかった。いや、よくないな、アイコか。うわー、よし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 。気合い。もう気合い入れるしかないんだもん、だってこんなの。で、また多分スペシャル一発来るから、もう私はグーでいくよ。あ、パー来た。マジか、ここは勝ち時だった。失敗した。パー来た。そろそろパー来そう。
チョキだ。アイコルーレット。あ、忘れちゃった。終わったかもしれん、終わったかもしれん。いや、カンタまだ立ってるぞ。あ、ギリギリだ。もうここしかないじゃん。絶対向こうもスペシャルじゃん。よし、決めました、決めました。最後の最後にルーレット決めました。うわー、マジでギリギリ。ブーちゃん倒せるかな。倒せる気がしないな。ノックアウト。マジでギリギリの戦い。これ絶対1000だよね。だって、うわー、カンタム対カンタム決勝。ブーちゃんって何気に何するのも強いよね、なんかそんなイメージ。うわ、900。もうカンストやないか。振り切ってますやん、 HP。ずるいて。チョキに負けてもいいのでパーでいきます。よし、しかもパーでいった方がカンタムの多分スペシャルが早めにたまるから、いや、もうパー押ししようか。スペシャル貯めたい。負けてもしゃあない、負けてもしゃあない。もうガーッなんとか耐えよう。耐えれるかな。絶対このアイコルーレット次難しくなってるしね。グー出して。いやー、チョキ連続はつらいって、つらいって。逃げ引くらうとかなりでかいんだから、やばいって。でもとりあえずたまったか。行くしかない、行くしかない。打ち込もう。うわ、向こうのスペシャル食らったら終わるかな。いけいけいけ、よし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 。でも削らないことにはね、もう強すぎんのよ、マジで。ですよね、はい、ですよね、知ってました、スペシャル来るって。もう防ぐこともできないし、もうどうしてもどうしたらいいのこれ。ブーちゃんカンストはずるいですよ。うわー、ギリギリ。もうもう終わった、もう終わった、もう終わった、もう終わった。俺もどうにもならん。アイコ来た。アイコルーレット。なあ、無理。悔しい。終わった。ダメだ、ブーちゃん強すぎる。ブーちゃんが強すぎるよ。勝てない。ノックアウト。やられました。つえー、ブーちゃんマジで準優勝か。頑張ったけど準優勝はしんのすけでした。ですよね、惜しい惜しい。待って、なんでもや受けて立つよって言うけど、マーサヤはやってないでしょ。どうしよう、ブーちゃん強くない。どうすればいいの、これ。カードなんかあったりする。カード集めることが大切よね。やっぱカードか。カードか。カードね。お金に物を言わせってことね。了解です。了解です。世の中、お金なのか。ちょっとでもマジでお金に物を言わせてくるわ。お金今あるから、言うて。ちびぽんラーメンは失敗だね。違う。くれ。小遣い。よし。よよ、しん。うれら。そう、唐辛子、オッケー。ただいま、お金集め中。ありがとう。よし。お小遣い300円もらったから、あとは、ほら、頑張ったぞー。よし、また覗いてる。このシチュエーションはドラマならこんなナレーションが流れるシーンだわ。ついにキャップからデートの約束をもらったヨシコ、まさかのなんと日の山食堂で一緒にご飯を食べることになったのだ。やったー、ヨシコの思いはキャップに届いた。それでもなぜかまだこうしてロッカーの陰に身を潜めてキャップの姿を目で追うけなげなヨシコ。そして彼女はふとあることを思い出した。もし新聞社を大きくすることができたら、しんのすけと人生初のデートをするという約束があったのだ。よしこはしんのすけとの約束を守ろうと考えました。お、もしかして、しんちゃん、約束通りあなたとデートして。おお、よかったね、しんちゃん。よしこ姉さんとおデート。私の人生初デートだからしっかりエスコートしてね。テニスコート？テニスコート。エスコートよ。紳士的にね。
お任せあれ。こう見えて立派な5歳児ですから。そっか、しんちゃんって5歳児か。駅前の遺跡のところに集合よ。恐竜に踏まれないように気をつけてきてね。おお、ついにしんちゃんデートできる。やったぜ。新聞社をでかくした甲斐があったね。ロッカーの影のよしこちゃん、パート2。これはどうやらキャップをかなり驚かせてしまったみたいです。マジで。でも今回はちゃんとよしこちゃんの気持ちが伝わる文章を添えて、キャップに出したし、えらいしんちゃん。なになに、よしこお姉さんラブラブビーム発射中。これってもしかするとお姉さんがオラに、よしこくんが僕にラブラブって意味なのか。え、それはびっくり。いや困ったな、困った困った。お相撲さん、嫌われたキャップ終了。おお、終わった。ちゃんと嫌われてないよキャップ。今日はどんな記事ができた。見て見て、これは歴史。ほらほら、だいぶスクープだ。すごいぞ。え、ラブラブ状態は星ゼロなん。つらい。やったぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。しんのすけくんも我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。わかった。キャップまだ上を目指すの。まあ向上心って大事だもんね。とりあえず私はよしこちゃんの元へ行こうかな。こっちじゃないな。か。とりあえず買い物をしよう。誰にする、これでいい。待ってた。お、これでいい。買うんだけど。何個買える？もうすごい勢いで買うよ。これでいい。お金引きで使うからね。また。おにぎり食べよう。チョコビがどんどん溢れてる。カードだけのためにお菓子買うってやつ。長年研究してそうそう、カレーが辛すぎて誰も食べられない。そうなんだよね。では野原しんのすけのワンポイントアドバイス。だんだんオラも食べてみたくなってきたぞ。ダメだ、幼稚園児には辛すぎる。命に関わるかもしれん。そんなに。銀河流忍術の奥義は辛さの先にある。宇宙との一体感である。人の命はとにかく大事。いや、まあそうだね、何にしろ人の命はとにかく大事だわな。俺らこれにするぞ。山芋、いただき。山桃だった。山芋じゃなかった、山桃だった、間違った。畑行ってないね。畑も行かなきゃ。でもよしこお姉さんとのデートが先かな、まずは。うん、ここからいろんな事件が始まっているのね。ここからなの？おねほね。私最初はここで発掘のアルバイトをしてたのよ。あ、そうだったんだ。それがきっかけでキャップさんと知り合いになったの。人生何が起きるかわかりませんな。本当にそうね。まさか恐竜の骨が出るとは思わなかった。次はロープウェイの駅に集合よ。これデートなん？ただなんかこう、あっち行けこっち行けって言われてるだけで。デートっぽくないけど。今から切符を買ってくるからちょっとだけ待っててね。お、お姉さんとロープウェイは確かにデートっぽい。これ乗っていくの？そうよ。え、これは確かにデートっぽいね。いいね。なんでここの、ここの画角？タイムマシンを横目にロープウェイで上がります。あ、畑に行かなくちゃ。畑に行って野菜を取っていきたい。到着。お姉さんここからどこに行こうと思ってるんだろう。どうだった、楽しかった。ほら、お姉さんと一緒なら何でも楽しいぞ。100点満点の答えです、しんちゃん。100点満点それ。まあお上手ね。お、噴火口だ。このシチュエーションはドラマならこんなナレーションが流れるシーンだわ。キャップとヨシコはついに気持ちを通じ合う。しかしヨシコはしんのすけとの約束を果たすため人生初のデート相手にしんのすけを選んだ。夢見る少女だな。こうしてしんのすけの実らぬ恋はその大輪の花を咲かせた。実らぬ。しんちゃん、よしこお姉さん。ね、さらっと振ってるんだけど、しんちゃんを。実らぬ恋は大輪の花を咲かせた。
まあそうだね、しんちゃんにとってはデートできたのが良かったか。楽しかったね、しんちゃん。じゃあ私は新聞社に戻ってます。よしことラブラブシンドローム終了。ラブラブシンドロームってなんだろう。いや私はとりあえず勝たなきゃいけない今戦いがある。とりあえずここまで着いたからカード全部開けます。頼む、いいの出てくれ。30枚も買ったんだぞ。スペシャルチャージ、なんとも言えない。頼む、いいの来い。星4一冊技攻撃100、それなら全100があるからいらないな。1、あはやばい、終わった。どうしようかな。うわもうあとは運に任すしかないのか。カードが全然手に入らなかった。カンタムでいいのかもわかんなくなってきたな。ステゴーンにしてみよっか。ちょっと HP 少しでも多くしよう。強すぎんだってみんなが。ララコ負けない。せめてララコには負けない。バトルスタート。危ない、もうルーレットで手汗がやばい。いけ、よしよしよし、1戦目は大丈夫だった。1戦目はなんとか負けちゃった。勝利しました。うわースペシャル技たまらないのもきついかな。むずいな。きねステゴン対ステゴン、いやー HP が高いのよ。やばい、ねねちゃんパー出しがち。チョキかい。もうダメだ、ルーレット止められない。終わった、もう無理、強すぎる。勝てへん、強い、全然勝てない。スペシャルをためよう。負けた。じゃんけんに負けた、普通に。いやー、ララコには勝てるな。この後からだよ、問題は。強いのよ。パーが来ると思ってる。チョキか。やばい。粘ってるけど、私スペシャル当てれる気がしない。めっちゃ粘った。やばー、むずい。なんとか勝った。ギリギリ。次。よし。準決勝。でもパー来そうな気がすんだよな。ほら。よし。なんかスペシャルために来てる気がする。敵も 2個並んでたらちょっと得意。2個並んでたら得意とか言って。1個は難しいんだ。知ってた、絶対スペシャル来ると思ってた。これはもう1回受けるしかない。うわーでもティラノーンの方がスペシャルたまるの早いな、まあ、勝つでしょうねそりゃ。いけ、パーか。めっちゃために来るな、カズマくん。よし、もうために来るってもう読んだ。カズマくんはスペシャルをために来るタイプ。ならもうスペシャル以外で攻撃当てるしかない。いやこれはもうこれ行くしかないや。こっちもスペシャルためよう。よし勝った、勝った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 。意外と攻略法あるかもね。よしよしよし、みんなスペシャルためがち。いやーどうしよう、最後のブーちゃんがわからん。
見事。ブーちゃんか、ブーちゃん強え、強えのだよ。バトル多分スペシャルオメガパーだから、パーで来ると読む。あ、チョキ来た。同じ読み方された。よし、ルーレットがなんとか。今でもパー出してたら負けてたもんな。うわ、次こそパー来るでしょ。ほら来た。この後だな、問題は。チョキパーってきた。グーで来る。パーで対抗してみる。うわ、チョキ来た。でも私ここで溜まるよね、多分。よし、まあお互いに溜まったから、もうここはもうこれで行くしかない。うわ来た。あー、でもダメだ、どっかでスペシャル食らう。次スペシャル来そうだから、もうために行こう。マジ HP 回復っていうのが欲しい。もうこれはために来たの私で、坊ちゃんもために来るって踏むよ。チョキはやめようか。パーガブなんか。うわー、チョキにしとけばよかった。読みしくじった。これじゃ倒せないのよ。ほら、ブーちゃん溜まっちゃうもん、スペシャル。うわー、終わった。これじゃ勝てない。なんでそうなる。惜しかった。終わった。くそ。いや、今攻撃しないべきだったか、しない方がよかったか。ノックアウト。よし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 。GM、わあ、勝てるかもしれん。シュシュ。勝ったんじゃないか、これ。これ勝ったんじゃないか。あ、待って、まだ耐えるの。うっそー、あと一撃耐えるんか。きつ。パーでいこう。これ負け、これ、じゃんけん負けしても次スペシャルで決める。来たー、やっとブーちゃんに勝った。強すぎる。カンタム強すぎる。カンタムのもう、HP、カンストは無理だって。やったー、やっと優勝したー。ついに勝ちました、優勝。やったー、マジで難しかった、これ。勝ったー。5回ぐらいやったね。今回の大会の結果を発表します。優勝はしんのすけ、準優勝はブーちゃんでした。やったー、盛大な拍手をください。おめでとう、優勝したね。もう麻生さんいった。もう一度チャレンジしてみたかったら、日が沈む前にまた基地の真ん中にある段ボール箱を調べてごらん。どういうこと？麻生様言った。何？もう何もないの？ねえ。優勝という称号がもらえただけ、もしかして。マジか。なんか解放されると思ってめちゃくちゃ頑張ったんだけど。でもまあいいか、優勝したらちょっと達成感でね。麻生さんなんかあったんかな、他に。ギリギリ間に合うかな。畑に行きたいんだけど、畑間に合うかな。危ういな、これ間に合わなさそうだな。突撃レディー、23号通して、お願い。よいしょ。バイカも。お、ギリギリ、ギリギリたどり着いた。よし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 。じゃあこれは突撃レディーに全部お願いします。頼んだよ、突撃レディー。よしよしよし。賢いな、身を食べないでちゃんと渡してくれるんだもんね。オッケーオッケー、人参、トマト、青トマト、青唐辛子、オッケー。野菜あと一つ、何を取ってないんだ、私は。あ、わかった。いや、違う、わかってないよ、ごめん。枝豆じゃない。大豆になるかもって今一瞬思ったけど、唐辛子だった、ここにあるのは。なんか看板まだ見てないやつがあるらしいんだけど、これ？違うね、防火水槽。これとか看板。矢印看板、違うわ。見てない看板とどれだろうね。他に看板あった？なんか、ああ、来た。はい、帰ります。あ、やっと勝てた。マジでめちゃくちゃ難しかった。いただきます。いただきます。いただきます。
ごちそうさまでした。今日は恐竜バトル大会があったんだ。しんのすけが猛烈に戦って優勝して、もうそのほんとめっちゃ猛烈に戦った。でん正義は必ず勝つ。うわっは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 。その理論だと周りの友達って悪だけどな。おめでとうしんのすけ。おめでとう。で、恐竜バトル大会って何？チーンってなっちゃったじゃん。もうそこはおめでとうで終わらせればよかった。気持ちよさそう、お風呂。なんか昔ながらのお風呂だね。夜は外に出ちゃダメよ。わかった。いつも声かけてるよ。かけたぞー。いやー、マジ猛烈に戦った。大変だった。日本酒なら3日で一生やば。恐竜がくしゃみをしてるの、父ちゃんまだ見たことがないんだけど、あの体だからかなりでかい音なんだろうな。確かに、くしゃーんぐらいな感じ。夜家の前で泣いてるのカエルの声なんだ。すごいだろう。なんで帰るか知りたいぞ。なんだろう。もう帰る。すぐ帰る。きっと帰る。もう親父ギャグ。多分帰る。カエル捕まえたことないよね、でもね。いなくないだって。ふーい。ふーい。とりあえず、サブローのお使いと、うちのお母さん、ハタさんみたいに毎晩本読んであげよう。優しい。もう眠くないの、暇。ないない。ダメ。暇にばっか話しかけちゃう。やっぱり怖い。なんでこんなところに来ちゃったんだっけ。なぜか大丈夫だと思ってたんだけど、大丈夫じゃないわよね。あれ？まあ、初めは肉食恐竜いなかったからな。もうなんかさ、何回も戻りすぎて誰が本物状態で、本当に。二人ともカッコつけだからそういう風に見えるけど、本当は喧嘩してることも多いんだ。お母さんがしんちゃんに贈り物があるんだって。あ、受け取った。受け取ったけど、それは何に使うんだろう。知ってるかい。最初布を染めるのが仕事だったの。ところがいいよ。ラーメンか。ずっとラーメンな気がする。俺が持ってきてあげようか。絶対に途中で転ぶからやめて。おねえ、しんのすけ、よしこちゃんと私のどちらかを選ぶとしたらどっち。ごめん。よし、もうそうだね、一択だよね、これ一択しかねえもんね。よしこお姉さん、それはありえない。なんで最近この店にいるのかって、次郎さんに相談に乗ってもらってるのよ。なるほど、声の相談を受けてる。よしこちゃんが悩みがあるって言うから聞いてあげてたんだけど、人の数だけ恋愛の形はあるんだな。いろいろ勉強になるぜ。やりますね。やりますな。でもこういう感じ結構さ、めっちゃ三角関係なかなかドロドロ展開になるパターン。ボーナスがもらえてよかったね。お使い引き続き頑張ってね。やっぱりなんか出前の時に何ももらってない気がする、私。チョコこの出前の時に何ももらえてない気がするんだよ。秘密基地で秘密の大会があるらしい。いたいたいた。恐竜がいた古い時代の記憶を見つけて彼らをタイムトラベルさせちゃう。タイムストラベルとか返し、行っちゃう。一緒に行きたいんでしょうか。返してあげようって感じだよね。川端もろこ。おばちゃんからタコストリーをもらったよ。なんでタコかは謎。タペストリー。ほんとだ。タペストリーでタコ。やった。カンタルブロボで3回もだけど、やっと優勝したよ。目標達成、恐竜バトル合計10回勝ったよ。準優勝、もう少しで優勝だったのに、このパターンもあるんだ。よしこのラブラブにやっと気づいたキャップさん。困った、困ったキャップさん。やっとデートでね。ついにデート。駅まで一緒に歩いてる。6位で山頂。心ここ言えない。心ここに新ただったかも。ありがとう。楽しかった。いい思い出だね。ティナノーンで3回勝った。強かったぞ。やっと優勝。嬉しいな。恐竜バトル大会でまた優勝したよ。何度勝っても嬉しいなんでしょ。ヨヨコおばちゃんは日本酒なら3日でいいし。やばいね。ヨヨコおばちゃんが好きならどっち。お酒サブローさん。昼間。工房にいる。あ、いや、旗おばちゃんに声かけたもん。オッケー。きっと夢でも恐竜バトルで優勝してるんだろうね。はい。ということで、本日の動画はこちらで終了です。はい。恐竜バトル。本日ね、諦めずよく頑張ったよって思った方、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。